こんにちは、ザキツカです。今日は長崎県にある高島、フェリー乗り場に来てます。ここがフェリー乗り場ですね。待合室があります。そして向かい側の赤い灯台のある灯台、堤防ですね、長い堤防がありますので、あそこが、あの辺がポイントになりますね。待合室、待合室の隣がトイレですね。綺麗な水洗トイレがありますね。そしてここが堤防ですね。車は堤防の付け根あたりの邪魔にならないようなところに止めます。湾内は船がいっぱい止まってますんでね、ロープがたくさん張り巡らされてるんで釣りはちょっとできないですね。難しいですね。おー、綺麗な海ですね。おおお、引いてますね。いつものフグ、グフですね。フグ。いつもの草フグですね。で、ここが堤防の真ん中で、こっから向こうがちょっと深くなってるエリアですね。ちょっと根がかりしてさ、グイグイって引っ張ったら、サビキ君が真っ二つに折れちゃいました。と、またサバ、サバですね。サバが釣れました。サバ、サバですね。サバ、サバが釣れました。サバ、サバ、サバ、サバ。はい、それではサバですね。サバを食べましょう。焼きましょう。ではご飯ですね。ご飯完成です。サバ塩焼きといただきます。うまい。テレテレー。以上ですね。ということで、またね。バイバイ。またね。うん、バイバイ。